オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour! Comment allez-vous? C'est 大輔。こんにちは、アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。9月に入り、フランスでは新学期が始まりました。僕が今暮らしているところはパリの小学校の校庭の真上なのですが、つい先週まではシーンと静まり返っていましたが、今週からは子供たちの賑やかな声が響き渡っています。フランスでは新学年は9月から始まります。世界の多くの国では9月から新学年が始まり、実は日本のように4月から始まるのは少数派だということはご存知でしたか。ちなみに新学年、新学期のことをフランス語では La rentrée と言います。 Rentrée には帰ること、戻ること、カムバックという意味があるので、子供たちが戻ってくること、つまり新学期という意味なんですね。さて、僕は少し前に友人の結婚式に出席するついでに、ロワール地方のワインで有名なシノンという町に6日間ほど滞在してきました。滞在中にシノン城、シュノンソー城、ブロワ城、ソミュール城、モンソロー城、ル・リヴォー城などのロワールのお城巡りをしてきました。今名前を挙げたお城はすべてシュリー・シュル・ロワールとシャロンヌ間のロワール渓谷、フランス語ではヴァル・ド・ロワール entre シュリー・シュル・ロワール et シャロンヌという名前で世界遺産に登録されています。世界遺産に登録されている川の長さは280キロ。範囲は800平方キロメートルにも及びます。これは岡山市がすっぽり入ってしまうほどの広さだそうです。この地方では宮廷文化が栄え、上品なフランス語がたくさん生まれたので、フランス語の洋蘭の地とも呼ばれているのも、フランス語学習者としては押さえておきたいところです。実は僕が行った結婚式もなんとこの世界遺産に含まれているル・リヴォー城でした。お城を一晩借り切ってのダンスパーティー、なんともスケールが違ってびっくりしてしまいました。またこの地方にはトグロディットと呼ばれる崖の洞窟を住居やワインの貯蔵庫として利用しながら生活している人たちがいて、非常にユニークな文化を見ることができます。崖と家が同化している様子は圧巻で、中は天然のクーラーがガンガン効いていてとても快適でした。ちょっと寒いぐらいでした。ロワール地方を訪れた際にはお城はもちろんですが、ぜひこの洞窟住居も訪れてみてください。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕
大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルメイト様の普通研受験報告をお伝えいたします。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。実は少し前から目の状態があまり良くなくて、毎日目薬をささなければいけなくなりました。それも1日4回2種類。ロワール滞在中はすっかり忘れていました。さてこの目薬をさすという表現、皆さんはフランス語でどのように言えばいいかご存知ですか？目薬をさすとフランス語で言う機会はそれほどないかもしれませんが、この表現を知っておくといろいろな場面で応用ができるので、ぜひ覚えておきたい表現です。さあフランス語で目薬をさすは一体どのように言うでしょうか？正解は Je me mets des gouttes dans les yeux。 Je me mets des gouttes dans les yeux。Je me mets des gouttes dans les yeux。 少し長い表現ですが、難しい単語は出てきませんので安心してください。私という意味の je、 自分の体に何々をつけるという意味の代名動詞 se mettre の je の活用 me met、目薬という意味の des gouttes、 何々の中にという意味の前置詞 don、 そして目の複数形 les yeux でできています。直訳すると、私は私の体、目の中に目薬をつけるという意味で、なんとも変な感じがしますが、これ全体で私は目薬をさすという意味で使います。目薬という意味の des gouttes は単数形にすると une goutte、 しずくという意味ですが、目薬という時には常に複数形で使います。また、je me mets で、すでに私は私の体に何々をつけると言っていますので、目は les yeux と言い、私の目、mes yeux とは言いませんので注意しましょう。この自分の体に何々をつける、se mettre を使うと、Je me mets du rouge aux lèvres。 口紅を塗る。 Je me mets de la crème sur la main。 手にクリームを塗るということもできます。また se mettre には何々の状態になるという意味もあるので、 Je me mets debout、立ち上がる。 Je me mets à genoux、 ひざまずく。 Je me mets sur le ventre、 うつ伏せになる。というような表現もできます。さあそろそろ目薬の時間になってきました。 Je me mets des gouttes dans les yeux。こんな感じでぜひ使ってみてください。いかがでしたか？
今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがお届けします。今回はおなじみ仏研実用フランス語技能検定の秋季試験の申し込みが9月1日に開始されましたので、アンサンブルメイト様の仏研受験報告をお届けいたします。本日ご紹介させていただくのは、3級に合格されたパリ好きあやさんの受験報告です。フランス語はなんとなく話せるレベルで、買い物や挨拶ぐらいはできていましたが、間違えてもまあいいや、と思っていたあやさん。もっと中身のあるフランス語を身につけたくて、レッスン中講師に相談したところ、仏研かデルフの試験対策をしながら苦手克服、文法の復習を提案され、いろいろ考えた結果、仏研への挑戦を決めたそうです。試験対策本を使った独学をベースにしながら、わからないところはスキャンし、アンサンブルのレッスンで講師に質問し、不明点を一つ一つクリアにしていったというあやさん。対策本に載っている覚えておくべき単語、熟語をノートにメモし、スマホにも入れるなどして暗記も頑張ったそうです。たった一人での試験対策だったら、途中で放り投げていたかもしれないというあやさんですが、優しいアンサンブルの講師に相談し、役に立つ解決策や勉強方法を提示してもらえたので、合格することができた、と嬉しいお言葉をいただきました。改めて、パリ好きあやさん、合格おめでとうございます。さて、今回ご紹介させていただいた受験報告はほんの一部です。全文をご覧になりたい方はぜひ、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルの試験体験談、仏研3級よりパリ好きあやさんの投稿をご覧ください。実際に受験した方ならではの役に立つアドバイス、勇気をもらえるメッセージが込められています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。